こんにちは。フェルナンドの旅チャンネル番外編にようこそ。今回は蜂の巣退治です。それではどうぞ。田舎に住むのも大変です。蜂の巣を見つけました。孫が遊びに来るので退治しないといけません。作業は夕方からです。今6時過ぎ。蜂が昼間の活動で疲れた時間帯を狙います。退治のための道具を用意します。強力殺虫剤、バーナー、ブリキのバケツ、長めのトングを用意します。実はこれで6度目です。すべて事前に用意されています。慣れたものです。万が一に備えてこんな格好をしています。実は過去に3回刺されています。夕方で日差しはないものの、真夏のこの時期は30度を超えています。熱中症のこともあり、手際よく作業をしないといけません。いよいよ噴射です。蜂が吹き飛んでいきました。回収します。弱っているか確認しながらです。ブリキのバケツ必須です。巣を外します。周りに蜂がいないか気をつけます。幼虫がぎっしりです。残っていないか確認します。バーナーの出番です。着火しないこともあるので、ライターを用意してありました。完封なきまで焼きます。巣の中にこんなに幼虫が詰まっていました。放っておいたら大変なことになっていました。さらに焼きます。もう生き残っていないと思います。
かがでしたか？田舎に住むといろんなことをしなくてはいけません。ご視聴ありがとうございました。